オートイコールピレネー県は、フランスの奥ニー地域県の県である。オートイコールピレネーの地勢図、ビニュマー、ルボン、ピレネーアトランティック県、ジェール県、オートイコールガロング県、スペインのウエスカ県と接する。県内は、自然区分として3つに分けられる。ピレネー山脈、山地と谷、小さな丘陵と平地である。ピレネー山脈は、県南部にあり、 県面積のおよそ半分を占める。山脈はフランススペイン間の自然国境となっている。スペインアラゴン州へ往来できるのはアラニョエ・ビエルサトンネルだけである。3000メートル以上の峰が35あり、最高地点は3298メートルのビニュマールミネである。県内のピレネー山脈は2つの区分に分けられる。ビニュマールミネを含む標高の高いフランス領ピレネー。 そして、砂上に連なる沈石地帯である。これは、アルプス山脈で見られるものより、さらにどっしりとしているが標高は低い。沈石地帯が、数多くの谷を孤立させ、自然の行き止まりを作り出している。これら岩石でできた壁によって、事実上の小空間が維持されている。ピレネへの標高は北進するにつれ低くなっていく。山脈は山徳地帯に変わり、 広大なランヌメザン大地によって、東進を制限されている。県にある、給水塔は、ガロンヌ川やアドゥール川流域にある数多くの河川から給水している。この大地は、氷河の大港による、第四期の氷堆積からなる。さらに、北進、西進すると、山陸地帯はより大きな谷に達する。そこは、より温暖な気候の丘陵地帯で、 県人口の多くが集中している。西へ行くとポー川盆地、またはラブダン盆地があるジュレスガゾスと内の広大なルルドダニを形成する。県中央部ではピックルミギドビゴールミネア、トゥールマレ峠のある甲板国がある。東へ行くとヌストダニがアローまで続く。気候は大まかに二つに分類される。北部や低地は温暖で風も穏やかである。南部や山脈では、 荒れやすく、陶器は長く、雪で覆われる。オートイコールピレネーの地図。ビゴールアルマニャックネブザン、リビベルランコマンジフランス革命後の1790年3月4日、ガスコー州の一部であったビゴールやカトルバレを編成し誕生した。林県のピレネーアトランティック圏内に飛び地が2カ所ある。これは中世からの名残である。11世紀後半。 ベアルン死爵ガストン四世は、モンタネール漁師タレーズ・ダラゴンを妻としていた。モンタネールは、ベアルン漁となったが、タレーズが漁有した五つの教区が、ピレネーアトランティック県に残り、飛び地となった。ピレネー山脈の高地では、家畜の飼育やトウモロコシ栽培が行われ、これらは、大半が、食品製造へと回される。農産品の中には、有名な、トレボンの玉ねぎや、 タルブのアリコが含まれる。工業は弱く、長きにわたり、電気に関連したものが有名で、鉄道資材や織物業が挙げられる。また、航空産業やエレクトロニクス産業へ転換しようとしてきた。ルルドやバニエールドビゴール周辺のタルブダニで工業が盛んである。アルストムやセメアックやバニエールドビゴールに工場を持つ。イード。 エスコ会社のソカタワーをにて、ビジネス及び観光用の飛行機を製造している。バニエールド・ビゴール、バレージュ、コトゥーレの温泉地がある。観光業は、県第一の産業で、ジュンレ・チルルド、ラモンジー一帯のスキー場、ガバルニー県国、ミティド・ビゴールボン自然保護区周囲で発展している。またトゥールマレ峠を中心とした、この一帯は、 毎年7月に行われる自転車ロードレース、ツールドフランスのコースに選ばれることが多く、例年世界中から、たくさんの観客、サイクリストを集めている。ありがとうございます。